人の目を気にしすぎて目を見て話すの苦手になってしまいました。武井さんならどうしますか？繊細なんだな。やっぱ人の目っていろんなさ、感情だったりさ、情報を送ってくるからさ、人の目を見るとその人の心の中がちょっと見えたような気がしてさ、じーっと目を見てるとこう反らされたりさ、ちょっとなんかえみたいな表情になったりとかした時に、なんかああこんなこと思われてるのかな、こんなこと思ってんじゃないとかっていろいろ思っちゃうもんな。俺も結構目を見て話すのそんな得意なタイプじゃないから、俺はもうなんか、はいどうもよろしくお願いしますっていうより、あどうもよろしくお願いしますつって、あそうですねみたいな、みたいな、つってこうやって外しちゃうタイプだから、すごいわかんのよ。俺もあんまり人の目を見るより、っていうタイプだな。あんまり人の目見ないまま会話する方が自然に会話できるタイプ。そうなんだとか言いながら、でもあれだよなとか言って、こう目つぶりながら喋ったりとかするのが心地いいタイプだから、すごくよくわかるんだけど、そうだな、一回それを言ってみたら相手に、あのさ会話の時ってさ、目見る？相手の目見る？ずっと見てると変じゃないみたいな、どう？この話もさ、ずっとこうやって目見られてちょっとやりにくくないみたいな、ちょっと外したりして話したら気楽にならないとか、どっちのタイプとかネタとして振ってみる。そしたら意外と、ああ確かになとかって言ってくれるかもしれないじゃん。そしたら別にさ、気にする必要ねえじゃん。ぜひ聞いてみ、素直に。そんなことをぐちぐちさ、目を見て話すの苦手なんだよなとか言ってないで聞いてみ、聞くといいよ。